月刊虚構の劇団チャンネル7月号まもなくです。カウントダウンちゃうやん。こんばんは。どうもこんばんは。月刊虚構の劇団チャンネル7月号始まりました。おっ、まあ、今月とてね、いや始めようと思うんですけども、まあ、暑いですね。暑いですね。夏本番ということでですね、まあ、この暑い夏はやっぱり涼しげな、ね、格好で今日はお送りしようと思って、皆さん夏っぽい格好で今日はお送りしたいと思っております。全員浴衣ジンベイ。そう、あの、女子はね、みんな、ね、今日浴衣なんですよね。これ浴衣って言い出したのサホなんですよ。え、どういうこと？サホが全員浴衣にしようって言い出したんですよ。俺らそうですよ、夏らしくせっかくならねと思って。あ、いいじゃないですか。夏しか着れないじゃないですか、浴衣って。って言ってるんですけど、これ本当の原因はサホが浴衣を自分で買ったんです。最近買ったんです。つまりはサホが浴衣を買って、そうで、それを結局着ていくとこがないから、ここで全員に通用したんでしょ。この場でおりますよ。まあいいです、いいです。まあですもんね。まあでも、まあ浴衣はいいです。いや話聞こえちゃう。違うって言ったら。じゃあ何？そりゃみんなね、夏祭り行きたいと思ったからですよ。でも買ったからでしょ。そうです、はい、そういうことです。まあね、せっかく着てきてもらったんで、はい、まあ、女子の浴衣をちょっと紹介しようかなと思ってるんで、一人ずつちょっと、はい、起立立って。あ、富ちゃん。トミコから行くんだ。トミコからか。ちょっといきなりオチから行くのお前。オチじゃん。でその浴衣は何ですか？その浴衣は、あのサードステージの新しいデスクの池田さんという方から、はい、あの私浴衣を持っていないので今日お借りしました。あの至って標準な体型の方なんですけど、あの着ることができました。なるほど、はい、浴衣ってすごいの。はい、ね、和服ってすごいすごいね、うん、サイズを選ばないんだね。つまり、うん、そういうこと。ストレッチ素材ってことですかね。違う違う。お前さっきの振りも失敗してんだからね。あとでよく 見直せ、はい、な、うん、え、それつまり、え、本当にあのいっぱい幅があるってこと。どういうこと。でもまあ私がギリギリオッケー、ここの重ねを結局こう調整できるってことだよ ね、はい、いや、フリーサイズってことが浴衣はある程度は。なるほど、ね、よくしたもんだね。え、この浴衣のポイントは。え、まあ、借り物ですけど、ね、切れました。切れました、切れました。ポイント切れました。だからオチから先に行ったらダメだろお前。座る順番がなんでこの順番だったんだよ。ちょっとよく分かってなかったんですけど、端っこがいいっていうから私変わりますよ。お前普通オチなんだからさ。いやいや、ポンポンポンと来てないぞ。本人はオチだと思ってないんですよ。そうじゃなくて今のコメントがオチなんだから。コメントね。切れましたってのが一番ナイスなオチじゃんよ。ナイスだね。まあまあまあ、はい、こんな感じでお送りしていきますけども、はい、はい、次、はい、光、はい、はい、あー、ひかりちゃんもね、今日はひかりちゃん、この浴衣のポイントは。ポイントはこれ結構新しく買ったやつなんですけど、あ、蝶々が自分のものね。はい、自分のものです。これは自分のものです、はい、蝶々です。蝶々いいの。蝶々がいます。蝶々にが可愛くて買いました。これ花火大会がなんか来てったんですか。そうです、去年の隅田川の花火大会に来ていったんですけど、なんかさっき気づいたんですけど、これなんかお醤油のシミみたいなやつがあって、さっきショックでした。終わりです。そんな暴露しなくていいんですか。すいません、いや、なんかポイント、割と、はい、はい、okay、じゃあですね、はい、じゃあその新しく買ったそう、じゃあね、お前が買ったからなんだからね。この浴衣のおかげでございますからね。本当にありがとうございます、はいはいはい、帯も一段とね。あ、本当だ、うん、輝かしい。ポイント言いなさいよ。ポイント、これはもう昔から買ってあるんですけど、柄が千鳥の柄ではなく、その元々の柄の千鳥、千鳥をあしらってて、それ東京ひよこなんじゃないの。違う。それめっちゃ思いました。うん、なあ、思いました。これだって東京ひよこだろ、それ。そうそうそう、ほんとセンスないよ。センスないって言われちゃったよ。センスやっちゃった。いや、どう見ても東京ひよこ。違います、違います。ちょっと待ってください、東京ひよこはなぜセンスないんですか。違います。東京ひよこ可愛いじゃないですか。可愛いですけど、今着てるこれを東京ひよこっていうのはどうなんですか。そう、千鳥っていうの。そうですよ、千鳥ちゃん。え、千鳥柄ってどういう柄だっけ。なんていうの、ちょっと格子みたいなっていうか。わかります、千鳥柄。千鳥柄はだから、いわゆるあの、これが千鳥でしょ。あれが、これは単なる鳥じゃねえか。そうそう。
こう千鳥柄って言われてお店の人に紹介してもらったんです。これをこれもともとこういうのがあったらしいですよ。それがこう変形してこうぷくっとした千鳥柄になったって。そうです、そうです。じゃあ最初は鳥だったの、千鳥柄。そうです、千鳥、千鳥っていう線の鳥で千鳥。それをちなみにさ、これいくらぐらいするの。あ、それ聞きたい。これはこれ1万3000円でした。帯含めて。あ、いや帯はもっと浴衣だけで1万3000円 で結構するもんな。オビーは昔おばあちゃんに買ってもらったのでわかんないです。じゃあトータル2万ぐらいとかするかもしれないってこと。それはごめんね、その浴衣はもうその単物じゃなくて浴衣の形で売ってるってこと。そうです、そうです、そうです。で1万3000円。そうです、そうです。あ、結構する。え、単物から作ってもらったら相当するんじゃないですか。まあまあそうだね、うん、相当する。いや、東京ひよことなんて高いね。ね、高いですね。東京メーカー、はい、東京ひよこ、ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、あっちゃん。はい、あちゃん、この浴衣のポイントは、ポイントは、これも秋の？私、自分のです。まあ、あの濃い色に鮮やかな色っていうところがポイントですね。これ私古着屋さんで買ったので、3900円ぐらいで、安い。あの最近の古着屋さんいっぱいこういう可愛いのが売ってるので。古着屋で売ってるんだ。結構若々しいのが売ってるので、あの、浴衣欲しい方、古着屋さん行くとお手頃に。サイズは合うの？合う、合う、全然。いや、サイズ合うんでしょうね、トミコ。だってトミコは着れるんだもんな。今も着れますよ。これも着れます。これも着れる。急に強気になったね。自信が出てさっきまであの着れるかどうかってすごいもう不安になったのに。着れなかったらハッピーにしよう。着れなかったら今日はハッピーでこうとか言ってたのに。着れたから。べ、お前さ、ただ浴衣、旅館のさ。じゃあ、温泉泊まりに行くだろ、お前。せっかくだから男子も紹介します。男子も紹介します。はい、どうぞどうぞ。ちょっと、伊豆長岡のさ、その旅館。旅館からパクってきたろ、お前。俺はいやいや、そんなことないですよ。ちょっとなんか丈短くないこれ。まあ、てかでも実は責任は俺にもあるんだよ。俺はだから米のサムウェイを借りたので。あ、お互いどっちをするかになったんだよな。するかってなったよね。でもね、責任はね、こいつにもあるんですよ。なんで？そうそう、これ俺のなんです。米さんのやつを。あ、これ一番いいじゃん。一番いいやつちょっと借りさせていただきます。ただ、ね、着てみたらね、俺より似合ってんだよ。ちょっとお前、ちょっと正面を伺ってておいてもらう。まあ、いい男だからね。よろしくお願いします。でも細すぎる。そうなんです。細すぎる。着付けた時に本当に細すぎて、うん、女性のような腰回りです。着物着る時にさ、あのタオル巻いたりする。それは男もですか。ちょっとこう、うん、細い人は巻かないと。私まだ巻いてるけど、巻いた方がいいよ。そうね、ちょっと確かに気持ち悪いな。結構あのウエスト自慢でね、私2枚巻いたとかね、3枚巻いたとかね、私巻く必要なかったみたいなとかね。あ、カップを入れる入れないみたいなことになるんですね。うん、まあそれこっちに聞いてください。小上さん、それってなんか戦うよとかそういうことですか。戦う、こっちに聞いてください。勝利にしてかちゃうよ。なんかそれっぽいですね。でもなんか陶芸家じゃない。そう、小上さん陶芸家に見える。 あるね、あるね。やっぱもうお師匠さんだった、ね、やっぱ物作る顔なんですね。何も出ないよ。うまいこと言ったのかな。何その、ものすごい分かりやすい。よいしょ。いやいや、よいしょじゃない。狙ってる。よいしょじゃないでしょ。なんか狙ってるの。いやいや、そんなことないです。エゴサーチのイケメンを押し出して仕上がろうと思ってんだお前。ないよ。髪を整えて、ね、時間遅れてた。いやいやいや、絶対雨がお前何、え、こんなにしてきんじゃなくてイケメン級やりたいの。ちょっと兄さん、俺置いてないでくれよ。いや、俺らも、例えば俺らもね、俺らも今日は本音はしきんだ。一番俺が誠実だと思うんですよ。みんなね、持ってたり人に借りたりっつって、俺は今日のために昨日声優で1900円で買ったんです。え。ちなみに僕はこれあのジャスコです。ジャスコのイオンで買いました。へえ、いくらだったそれ。これで7000円ぐらいです。これ何、これは。これ浴衣。これ浴衣になるの。浴衣、浴衣です。薄いも、なんかすごい薄いし。ただね、これ難しいね、帯がね。ああ、貝の口。はい、帯を貝の口っていうの、うん、これ佐保にやってもらったんだけど、すごい難しかった。これお正代と結び方違くない。あ、そうなんですか。本当だ。ちょっと違うよね。ちょっと違う。なんでそれ変えたの。え、ちょっと変えた方がいいかな。本当、なんかイケメンだから差別しない。してない。どっちが上かないですか。もう取っとこう。はい、取っとこう。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 ええー、ということでね、まあ今日の、じゃあ今日企画と持ち込み企画の紹介なんですけども、はい。はい、じゃあ今日持ち込み企画は、はい。カズキどう。今回の持ち込み企画、三上洋への先輩アザース。お、新企画ですね。新企画です。これどういうことですか。新企画ってわけでもないんですけど、いや実はですね、まあ今日あれなんですよ、あのいつも。いや、あの料理番組持ってくる三上マスクがですね、青森に帰っちゃいまして、暑さに弱いんですよあの人。お前東北人なんで。お前さ、暑さに弱い。おかしいけどさ、そんなもんでいいの。いやいや、そんなことだよ。いや、俺も思ったんです。お前どうすんだよって、出すのかよって言ったら、なんかもういや、もうただあと暇だったでしょ。暇じゃない。なん暇じゃないでしょ。どうして。でもちょっと待って、大前提として俺関係ないです。いやいや、俺と三上マスク、いやいや、もう同じ、まあそのマネージャーとして暇だったでしょうかね。いやいや、彼もだって寄付者も終わって暇だったべ。暇じゃないから。何してたのよ。執筆ですよ。ああ
あとあと紹介するポコポコの。そうそうそう。ああ。うまいな、ちゃんと振ってくれてありがとうございます。いやいやいや。あ、それで忙しかったんだ。それで忙しかったんですね。それでこんな大事なコンテンツをやめちゃうわけ。いや、やめ、実はですね、あの、ミカイマスクのあの、お料理番組はですね、はい、あの、三上マスクと峰添さんっていう、はい、もうダブルで作っておりまして、うん、もう一人の方もすごい忙しかったと。あで、二人で相談した結果、クオリティを下げるよりだったら、あの、まあ、今回は夏休みがいいんじゃないかっていうふうになりまして、で、三上マスクも夏バテだったので、青森帰ると。ずるいね、弱え。お前でもさ、そしたらせめてさ、あのホタテラーメン、俺にあのワイルでくれたホタテラーメンとかさ、あんなんだけ食うだけでもよかったのに。三上マスクが、うん、いや、だからそれが、を決め、どうしようかなって話なんですけど、まあまあせっかく頑張ってるからクオリティを下げたくなるってことでやりましたね。ということで今回この1本先輩あざわしだけでございます。あれはショートムービーはだから俺弱いずるいなと思って人のせいばっかりにして何が言ってる意味がよくわかんない、よくわかんない。何俺はもう怒りだけ伝わってくるよ。違うんですよ、僕も今回用意できなくてですね、まあお前暇だったでしょ。いや俺暇じゃないよ暇じゃないよ、執筆とか。あ、後ほど説明するポコポコクラブ。ポコポコクラブ。あ、そうか、はい、そうですか、そうですか。本当はだから正代が一本企画を出したんだけど。あ、正代がね、正代出したんだけど、あの事前チェックで、あのごめん、事前大人チェックでこれはどういう見せたらマイナスになるって。どういう間違ったかって。あのね、後で見て、あの、あーって言うんだ。あの、そうですね、それで企画してね、それで多分もう一回そうしたら来月にはいけるかもしれないんだ。はい、ぜひ頑張ってくださいね。関西系の割にはね、ネタがね、甘いんだよ。いや、もう関西行こうだから笑いができるわけじゃないんでしょ。いや、それ狙ってんだよ、狙ってるから甘いのよ、これが。まあ、その関西人だから何でも許されるかなっていう甘いがあったんだとは思います。え、関西人が一番偉いと思ってんの大甘だないやめよう、これ以上言ったらお前の首を絞めることになるからこれはやめとこう、はい、ということで持ち込み企画はですね、先輩アザースという私昔あの撮ったですね、撮ってもらったですね、自主映画がありまして、自主ドラマ、ショートドラマがありまして、それを流したいと思いますので、はい、はい、後ほど。で、今日その代わりですね、共同企画の方、みんなでやる企画の方にですね、もう全力を注ぎたいと思うんだけど、はい、はい、今日の共同企画は、はい、今回のトークテーマ、はい、節電するから量をくれ、節電するということで、どんな、まあ、どこまでも熱くなる日本ってことで、はい、ただまあ節電っていう言葉がどうしても、うん、今の日本キーワードになってくると、まあ、節電がね、はい、大事だよね。ということで、まあお金をかけずに何かしらの方法でこの暑い夏を乗り切れないかと、はい、お互いなんかいい涼しみ方とかいいアイデア、あ、いいグッズとか、グッズね、あ、グッズアイデア、そう、もしくは精神論、精神論、精神論って精神論って例えば神道、あ、何でしたっけ、あれ織田信長の神道滅却すれば、織田信長だっけ、また涼しいんだよ、神道滅却すれば火もまた涼しい、あれ織田信長じゃない、織田信長、あれ武田信玄、あれ武田信玄だっけ、頭いい話なの、それ後でちょっとユーストリーム、あ、そうちょっと今のつぶやきが一番面白かった。本当ですか、うん、ただ多分届いてないんですよね。うん、多分自民届いてる。とっとと行こうよ。はい、で、はい、これですね、あの視聴者の方、あのぜひですね、今ご覧いただいている方からも意見を頂戴したいので、これこちらですね。はい。紹介して。意見をですね、虚構ユーストアットマークサードステージドットコムというところにこのメールは。あのね、事前にね、はい、あの1個もらってるのを紹介するよ、はい、あ、いきなりどうぞ、はい、こういうのを送ってねっていう千葉県のまみぞうさん、まみぞうさん、私の節電できる量の取り方は、窓を開けて縁側に座って桶に氷を入れたお水に足を入れてかき氷を食べるです、うん、あー、てかね、てかもうこれベストじゃん、ね、はい、ね、でも今はもうその縁側はないのですが、昔はよくやっていました。もうとても気持ちがいいんです。でも子供が生まれてからは夏はクーラーがないとぐずるので全然節電できませんと。なるほどね、これでもなんか桶に氷入れてさ、かき氷食うってすごいね。いいですね。では縁側自体今ないですよね。なかなかないですね。知り合いはあのベランダでプールをさ、あ、ビニールプールそうなんですよ、僕の知り合いでそういうやつがいるんですけど、あの小上さんよくご存知な方で、うん寄付者無国で、寄付者無国で、で、あの王子をやられた方。ああ、そうですか。何を言うとるんですか。ベランダさあ、ってなわけでそんなことも、はい、あのありましたね。あなたの量の取り方を知らせてください。はい、こちらのメールアドレスまたはツイッターでハッシュタグ虚構 UST とつぶやいていただけると、こちらの女子2人が読んでくれたりなんなりするので、はい、ぜひぜひ待ってます。はい、で、早速なんですけど、まあ劇団員トークでということでですね。はい、さあ、カズキ。行きましょうか、カズキ、カズキの量の取り方ね、はい、僕はあの夏といえば皆さん何ですか、
またなんでいちいち振っていくのお前のお前に質問したんだからお前答えろよ。そうなんだよ。もうよくあるのはさ、いくつに見えるとかさ何いいか一番うざいタイプですよ。本当そうなんだよ。質問を質問で返すやつ本当にそう嫌われるよ。あのねワンクッショントーク遅れるんだから。そうそう分かりました。まあね夏といえばなんで今俺が喋ろうとしたんだ。そう、はい、夏といえばまあスイカとかそうめんとかかき氷いろいろ定番ありますけども、はい、これを忘れちゃいけないっていうのを持ってきました。ドン、はい、カルピス、うん、現役かっこしかも現役なんですよ。今こうなってんだ。そう昔は瓶だったと思うんですよね。50円とかで多分みんな子供の頃お世話になってる、はい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 、ね。であ現役なんだ。でこれが声優で1本300円で売ってるんですよ。安っ。そうそんなもん。150ml のコップに薄めるだけで15杯いけるんですよ。はあ。つまり計算すると20円なんですね1杯。おそう。お前カルピスの回し物。違う僕ほんとこれ夏いつもお世話になってて、ね、なんか水とか出してももう浄水とか出してもぬるいじゃないですか、うん、今だから、うんまあ、氷入れて、うん、ただ水に氷を入れるだけはどうかっていうことでちょっと味をつけようってことでカルピスを買うんですよ、うん、でただもう大人になってますから、うん、いろんな飲み方がありましてね、はい、そうもちろんほとんどやるとマイクでね。そうカルピスにソーダをで割ったり。あまずはカルピスのソーダ割りね。カルピスソーダ。昔からありますよね。カルピスソーダ。それカルピスソーダですね。じゃでもあれなんでそんなさすごい前振りしといてそんなカスっとくるわけ。次々来いよ。まず次々聞いてくださいよ。はい、聞いてるよ。現役を追い込まれるの弱いから。カルピスソーダっていうのは確かにありますよ。はいはい、販売されてますけども、はい、カルピスの現役をソーダで割るっていう行為をあんまりしないじゃないですか。みんな水で入れるでしょ。いやカルピスソーダあるから。そう。だから入れないんだよ。とか。まああとカルピスの原液入れてそこに牛乳と焼酎で割るとかね。あこれ大人でしょ。おそうそうカルピスそっち先に言えばよかったのに。カルピスと牛乳と焼酎なの。カルピスの原液と焼酎じゃないんだ。わあ俺ちょっと怖くてできなくて。なんで怖いの。いやだって焼酎がただただカルピスの味になっちゃうんだよ。だったらちょっとまろやかに牛乳を入れた方がいいんじゃないかカルーア的な感じですか。そうそうそうカルーアミルク的な感じ。何味になるの。カルピス牛乳の味になるね。カルピス牛乳の味すっごい美味しい。カルピス牛乳アルコールが、うん、なんでその当たり前のことをそんなドヤ顔で言えるのか。だってそれしか、まあ、ほいから他に何かありますか。割としては割としてはまあ試したことはないですけども。あそこまでか。そうですね。でもビールとか入れても美味しいかもしれないですね。あ試してない今。そうちょっとね、ジンベエは買ったけど惜しかったな。惜しいね。これねビールはね今日気づいた。てか今日これ買ってきたんですよ。これもまた。まあでもカルピスはもうこれだけ飲んでるんで。うちのもでしょ。うちのもでしょ。今ので。もうこれ他にネタないんでしょカルピス。まだおしゃれな飲み方でグレープフルーツで割ったとカンパリーとカルピスで割ってそういうカクテルありましたね。あそう。こっちの方が出ちゃってんじゃん。そうそう。ちょっとおしゃれ飲んで。とりあえずまあリキュールが合うってことですわ。他には？そこにアイディアとか精神論。このさお風呂上がりにね冷たいカルピスを飲むことが幸せだった時代から、うん、お風呂上がりに冷たいビールを飲むことが幸せだった な時代にねなんとなくこうグレーにこう変わっていきますね。時に大人になったなっていう気がするんだよね。だから俺同じじゃないですか。まだカルピスを焼酎とミルクで割るっていう。何でもないです。だからつまりお前はカルピスを水に割ってた時代から牛乳入れの焼酎に移り変わっていくので感じだと。だから僕は多分まだ大人になりかけなんでしょうね。えそれ牛乳が取れたら大人になっていくってそういうことになるでしょう。そういうことらしいです。カルピスは残るの。はい俺今でもね風呂上がりのカルピスでもいいなと思う時があるんだけどね。でもやっぱり懐かしいですよね。でも カルピスネタでだとですねあれカルピスってあの飲んだ時に何か残りません。ある残る残る紙みたいなんでしょ。あれ何なんですかね。そんなお前恐ろしいことをこうやって言う人とはいえ何か語ろうとしているの。ダメなんだ何でもないです。はい、はい、そろそろ CM1 行きましょう。だったよ、はい、そうだよ喋り続けてるの。はい、はい、じゃあちょっと CM1 回どうぞ。はい、マイク触んないようにやつ。どうした？戻ったってよ。はい。ということでね、まあ節電するから量をくれというテーマでお話ししますけど、カズキはもういい？カルピスのネタとあと他になんか精神論とかいろいろある？まあ後々。後々？ちょっとまあ時間があったらってこと？うん、まずみんな聞こうかっていう。はい、次はもうチーム上がったら触んない方がいいんだよ。触んない。じゃあもう触んない。ちょっと次行くの。はい、触らない。
あのツイッターとかブログとかお手お便りもいろいろ来てると思うんですけど、先言っちゃいます、ね、じゃあ光、はい、あ、はい、私はアイテムを持ってきました、はい、で私は今実家なんですけども、私の部屋にだけクーラーがないんですね。マジで？ないです。私の部屋だけ離れてるのに私の部屋にクーラーないんです。で寝るときすごい辛くて、でこれなんですよ、氷枕みんなよくこの時代にクーラーなくて寝れるね。君、寝れないです。リビングに逃げるときもありますけど、最近なんかこの氷枕でなんか対策しようと思ってこれを持って、まあこれで寝てたんですけど、最近気づいたんですけど、これを扇風機の前に置いて寝た方が涼しい。いやいや、わかるよ。でも置くってどう置くの？あの寝てるところの横に棚があるんですけど、そこにこれ私うちに3つあるんですけど、まあ、重ねたり交換したりとかして高さを調節して、で扇風機こう首振りにしとくんです、はいはいはい、で顔のとこにこうシューってきた時だけめっちゃ涼しいみたいな。顔限定ってことだ。そうなんです、そうです。じゃあちゃんと冷気は来るんだ。はい、来ます、来ます。体に当たって顔のとこがすっごい涼しいから。そんなすごい違いなの？すごい違います、本当に。で扇風機結構近くに置いてるんですけど、結構近くに置いて本当に違うんで、やってみてください。でもそれは3つをか重ねてるわけでしょ。重ねたり、だから3つないとあれだろ。だって今さ、扇風機の前に置くってすぐ浮かんだのはこう扇風機回ってんじゃん、うん、だからここにさ、こう置ければ一番いいわけじゃんか。あ、そうですね。でもそれは無理なわけでしょ。だからこう置いてるわけだよな、うん、それもだから3つあるからやっとなんとかなるんだよな。はい、漫画とかで調節したらできます。あの渡辺君に作ってくれるかもしれない。こういうチーザーみたいな。渡辺先生でも難しいですよ今。でもチーザーみたいになって3つさ、その氷枕を吊るしといて回せばいいんでしょ。風邪くさいじゃん。頼みなさい。だから間開けといてさ、間開けて、そうそうそう、でこういうふうに風が。もうそのぐらい。いやでもそうしたら涼しくないって。やっぱこうしといて風がこう来てこういう風に入ったらいいと思う。なるほどね。そんな風に。そう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 。そっか。それ感じたらすごい。うん。なんか出たらね、ちょっと反応。じゃあ、あのもらったメールを紹介します。はい、お願いします。ペンネームもみじくん。もみじくん、はい。節電できる量の取り方、はい、僕はジェルマットに直で寝るのが最高です。あ、めっちゃ冷たくて気持ちがいいです、敷いて寝るだけですし、ただ少し重いので移動や片付けは大変ですが。ジェルマット、ジェルマットって何ですか？冷却、ね、いやいや、あれでしょ、あの布団の上に置いて寝る。あ、最近出てる冷却マットでしょ。そういうことか。多分それだと熱を吸収するんですよ。じゃあ冷えピタの上で寝るみたいな。そうね、そうね。まあ関西人的に一つかな。惜しいな、惜しいな。かなり今ハードル上がってるからね、お前。はい、虚構の劇団の皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。京都府小沢道成さんからいただきました。はい、熱いミントティーを飲むと、はい、小沢道成。小沢道成、ありがとうございます、はいはい、熱いミントティーを飲むと体温を下げる効果がありますよ、はい、寝る前に熱いミントティーを飲むと、めっちゃ暑い夏の夜でも気持ちよく寝れます。実際にモロッコの人たちは熱いミントティーを飲んで暑さを抑えているそうです。虚構の劇団の方たちもぜひ試してみてください。、はい、僕も大阪のインディペンデントシアターファーストという劇場で今月の26から30日までトリコ A 月のない夜というお芝居をやるので、熱いミントティーを飲んで快適な関西の夏を過ごそうと思います。はい、ありがとうございました。いろんなアピールが混じった、はい、ありがとうございました。これはですね、ペンネームあずちゃんからもらいます。はい、あずちゃん、ありがとうございます。先日近所を歩いていたら、あるお店の看板猫であるきなこちゃんの頭部以外のすべての毛が刈り取られた。お店の窓には涼しげでしょという張り紙がしてありました。ひでえな。きなこちゃんはいつもグレー系のしましま模様の毛をまとっているのですが、毛が刈り取られた胴体部分は真っ白でした。皮膚はしましま模様ではないんですね。虚構の劇団の皆さんはペットは飼っていますか？もしペット向けの暑さ対策がありましたら教えてください。いやー、犬飼ってるね。犬飼ってます。なんか対策はあるの？クーラーを。クーラー？クーラーを？お家で飼ってるの？お家で飼ってるんで、あとペットシートを。俺はね、あの青森の実家で飼ってた時はね、氷だったっすね。どういうこと？いや、氷を普通に氷をあの餌に入れてあげて、ずっと舐めてる。へえ。氷を餌に入れる？餌入れに氷を入れて、餌入れに氷を入れてあげて。犬？猫？犬。へえ。舐めるんですよ。ペロ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 。あ、でも夏ってぬるい水舐めないよね、犬は。そうなの？うちそうだった。でぬるい水舐めなくて何を舐めるの？だから水をこう張り替えてあげないと。ああ、うん。中途半端にぬるくなると舐めってこと。そう。でもなんか牧場とかでも牛とかその温度がすごい上がってくると。
氷舐めさせるらしいですよ、でっかいの。青森でもそんなに暑いの？青森も暑いんですよ。本当？夏は暑い。ただ夜と朝がものすごく涼しいんですよ。ただ、ま、普通に昼は32度まで上がったりするんで、いや暑いのは暑いんです。あ、そうなんだ。いや、そう、本当そうです。そうか。犬はじゃあクーラーつけなかったらもう寝れないの、その犬は？いや、寝るんですけど、なんか熱中症になっちゃったら嫌だなと。え、犬も熱中症になるの？いや、なる。結構なんか暑い部屋に閉じ込めたままにするともう帰ってきたらうわってなってて。最近の犬は弱いな。弱いね。弱いな。さ、じゃあ次行きますか。はい。次にトークいいですか？はい。なんかツイッターとかに来てない？違うんですか？違うんですよ。なんか紹介すべきツイッターなんかあるかい？こっちにはないです。あ、こっちにはない。ツイッターもどんどん待ってますよ。これはツイッターね、アットマーククロース4418さん、はい、赤ひれっていう可愛いちっちゃな魚を買うのが楽しいです。これなんかプリントアウトしてもらったんですけど、こんな、こんなやつ、グッピーみたいなね。あ、そうだね、グッピーみたいなやつだね。かわいい。俺あのクールジャパンって番組の司会やってるんだけどさ、漁の漁を取るっていうんで日本人は金魚を見る、はいはいはい、で金魚を見たら涼しいっていうのが外国人全く理解してくれなくて、魚を見て涼しいのはどういうことだっつって、魚ならいいのかっつって、サバとかあのマグロならどうだって言われて、サバマグロは涼しくなんねえなーって言って。やっぱりそれって金魚を見て涼しくなるっていうのは日本だけの感覚なみたいでした。風鈴はね理解してくれたんですよ。これ風鈴は理解分かるのって言ったら、風鈴が鳴るってのは風が吹いてるっていうことで、風が吹いてるってことはあの涼しいっていう想像はできるっていう。ということは待てよ、じゃあ風鈴じゃなくても木の葉がサワサワしててもこの葉でもいいのって言ったら、その通りだっつって、風鈴の必要はない。やっぱ本質分かってもらえないんですね、はい、なるほどね。はい、じゃあ続いてなんですけども、次はサホ。はい、私はちょっと大きすぎて持ってこなかったんですけど、はいはい、ジェルマットの話題が出たんですけど、はいはい、私もジェルマット引いてまして、さらにその上にかける掛け布団のカバーもすごい冷たくなるのが最近で、そうなの？そうなんです。それも、まあ、ジェルじゃなくて普通の布なんだけど、体感温度が2度ぐらい下がるっていうやつで、すごい。それは確か4000円ぐらいだったのかな。でも、うん、そう、そんなのすごいニトリとかで買ったんですけど、うんうん、すごい安くて、こう寝るだけで。聞く？聞く？ちゃんと効果ある？聞く聞く。冷たいって思う。でも冷房とかつけないで寝ていいんだ。あ、まあつけた方が涼しいのはもちろん涼しいんだけど、でもそれだけでもあの普通のカバーよりは全然なんか最初のファーストタッチが温度は違います。次いきましょう。いいじゃないですか。いいと思います。次、はい、初代。まあ、僕ちょっと本質を変えてると言われたくはないんですけれども、はいはい、まあ、やっぱり夏はクーラーなんですよね。なるほど、クーラーね。ちょっとクーラー持ってきたかったんですけど、ちょっと大きすぎて持ってこれませんでした。今、はい、今の調査今何点ぐらいです？いやいや、まだわかんない。まだだって終わってない。それで、でそれで、うん、でなぜクーラーかと言いましたら、僕の家4畳半なんですよ。4畳半だったらクーラーが最高温度でもめっちゃ寒いんですよ。おー、うん、クーラーの風がもう直で当たりますので、ですのでやっぱり僕はもう狭い部屋に住むべきかなと。夏は最高温度って何度にしてんの？今33とかだ。32か33なんだ。冷房で32度とかにするとか、そういうことです。へー、それでももう結構朝方ちょっと寒くて起きてしまったりだとか。つけっぱで寝てるの？つけっぱで寝てしまう時もあります、間違えて。あ、じゃあ4畳半だったらもうすぐ冷えちゃうんだ。もうすぐ冷えてますね、もう本当に。へー、そう、はい、まあ、だからですね、狭い部屋に住めってことは、引きたくはないからな住めっていうのはなかなか難しいけどね。あ、そうなんですね。はい、そうです。ありがとうございます。まあね、量を取るということでいろいろ話してますけども、はい、ここですね、ちょっと持ち込み企画の方に行きたいと思ってるんですけども、はい、あのメール募集してますからね。はい、ぜひぜひこちらの方でございますんでね、ツイッターでも募集しております。ぜひください。はい、はい、今日の最終最後のね持ち込み企画、両英の自分で言う、うん、俺のね先輩アザースというものなんですけども、まあ、あの3話ぐらいショートの映像が3つぐらいありまして、それをまあ連続で流しますので、うん、はい、行きましょうかね。笑えるんだろ？やだね。なんだよ。やだね。なんだよそれ。いや、笑えるんじゃないですか。よっしゃ。騙されたと思って見てください。よっしゃ。騙しませんから。はい。何年前の作品なの？随分前。ですね、4年前。虚構に入ったすぐぐらい。ああ、入ってすぐ。入ってすぐぐらいの時ですね。はい、何歳の時？追いかけて。はい、ごめんなさい。計算しましょう。計算してください。4年前。じゃあ行きます。よろしいですか？はい、じゃあ先輩アザースどうぞ。先輩アザース。
これ。うらやめ。先輩、マジあいつらムカつくんで一発やっちゃってくださいよ、俺。おら。おい。俺が動くってことは大きな戦争になるって意味だぞ。左遷した。左遷した。俺の原骨はな。俺の原骨は核ミサイルなんだよ。マジっすか。今度この拳を使うのはテポドン叩き落とす時だって決めてんだよ。深いっす、深い話っす。ヨエ、俺みたいな男になれよ。あつ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 。先輩アザーす。先輩ご機嫌っすね。今日バッチリ決まってるっす。ヨエ、俺が決まってるってことは誰かが俺に恋をしてるってことだ。マジっすか。誰だ。俺に恋をしてるやつだ。知らねっす。サイゼリアのウェイトレス、桜井のぞみさんだ。え、あの、ワン型 F カップの桜井のぞみっすか。詳しいな。いや、同じの2個後輩っすよ。メールアド知ってるんで教えましょうか。いらねえ。え、今度行ったらグランドメニューと一緒にメールアド持ってくるはずだ。プレイボーイっすね。よし、今からディアボラ風ハンバーグ食べに行くぞ。ついてこい。マジっすか。ゴチになっていいっすか。先輩優しいっす。あざっす。優しいだけの男じゃどうして女は満足してくれねえのかな。深いっす、深い話っす。ヨエ、俺みたいな男になれよ。あざっす。先輩アザーす。先輩、このバイクすごいっすね。誰んすかこれ。知らねえ。かっけえなおい。やべえやべえ、たけたけ。すっげえ。あざっす。先輩すごいっすね。もしかしてこの小時点にタスプ持ってるんすか。おい、しびいな。俺も真面目に働いてパスポ持ちてえな。やる。いいんすか。最後の一本これでやめる。タバコと悲しい恋の片思いはもうやめる。マジっすか。でも恋する気持ちは。バカ野郎、これ以上悲しい涙流したら太平洋の水位が上昇して江東区が水没しちまうんだぞ。マジっすか。惚れるよりも惚れられる男の方が気楽でいいや。深いっす、深い話っす。ヨエ、俺みたいな男になれよ。あざっす。先輩、ザース、ありがとうございました。やっぱり顔してんね、あんた。今から4年前ですね。虚構の劇団に入ってすぐです。4年、5年前くらいですね。そうですか。24歳とかそんなの。24歳、だから和樹。俺と同い年ぐらいですね、今。ぐらいか、の時ですね。はい、まあ、ありがとうございます。これ YouTube の方でもうずっと流れてますんで、はい、皆さん、ぜひ見てください。はい、ありがとうございます。じゃあ Twitter をいくつかまたもらっているので。お願いします。ですね、コアミバッチさん。あ、ありがとうございます。簡単クール対策、 500ml ペットボトルや2リットルで7分目ぐらい水を入れて氷を作り、はい、寝るときに内ももや頭の近くに置くと涼しいです。あとケーキ屋さんとかでもらう小さな保冷剤も靴下を履き保冷剤を入れてもう1枚履くと寝るときに涼しいです。いいねそれ。これクーラーのない貧乏な光にはすごくいいかもしれない。いいですよそれ。はい、やってみます。
直接だと低温やけどするけど、靴下で1枚挟むといいってこと、ね、はい、ベッドさんまだクーラーつけてないで寝てんの？もうクーラーつけてないませんね僕は。お前いまだにクーラーつけないで寝てんの？ちょっと嫌ですね。ちょっと嫌って何が？あのやっぱ疲れるっていうイメージがすごくあって。お前さ、この猛暑にさ、どうしてクーラー？いや、ですよ、まあ、扇風機で。いや、扇風機はわかるけど、扇風機だけですか？だけです、だけです。窓開けっぱなしですか？窓開けて、うん、扇風機。だって窓から温風しか来ないでしょって、うん。いやいや、そんなことない。なんか自分でね、こう寝ながらね、冷たいとこ探すのよ。だから、とんでもないとこいつも寝てるの。朝起きたら。なんで寝てる？とんでもないところ。ああ、とんでもないところ。求めてんだ、冷たいところ。冷たいところ。それ、何階なの？その。うち2階だなあ。2階、うん、2階はまだ温風だろう。暑いよ。いやいや、でもそんな高層マンションの方だったら上は涼しいかもしれないけど、うん、もちろんその寝る前にちょっと冷やす。しかしこの時代まだクーラーつかないって、すごいね。家計みたいなやつだね。私も寝るとクーラーつかないえ、寝るまでつけるでしょ。寝る前まで。タイマーとかじゃなくて、君だって寝る前に冷やしといて、寝る時に消すでしょ。違う、自分の部屋はつけないです。1階と2階があって、1階にリビングにいるときはクーラーつけて普通に住んでるんですけど、寝るときになったら2階に行くんで、そのときは何もつけないです。自分の部屋入ったらさ、ムッとしてない？ムッとしても扇風機だけつけて寝ます。なんで？いや、なんかその方がなんか楽しいじゃないですか。楽しい。この言ってる意味がわかんないんだけど、何が楽しいの？この楽しい。クーラーかけると涼しいのはわかるんですけど、あ、暑いなって思いながら汗だくになりながら寝るのが好きなんで、我慢するんです。寝れるの？寝れます。で、私それでおすすめのアプリがあります。さあ、じゃあもう CM ですか？そうですね、一回 CM 行きましょう。はい、行きましょう。 CM どうぞ。月刊虚構の劇団チャンネル7月号、月刊虚構の劇団チャンネルユーストリーム4月号でございます。今日はね、節電するから量くれっていうテーマでいろいろ話してるんですけども、まあ、今劇団員のね、いろんな量の取り方も聞いてるんですけども、そう、次行ってみましょうか。ベーチャーどうですか？俺の、はい、まあ、だからそんな画期的なというかね、そのエアコンとかをやらない私は、そうですね、昔から夫婦プレイっていうのをやってまして何？いやらしいな。なんですか？まあ、単純にあのちっちゃい頃からこう暑いとこう、ああ、やらないわ、はい、これ今自分やってまたすごく涼しくて俺感動してるんですけど、これはですね、あの一層レベルを上げたのがですね、まあなんつってもまあ簡単なことですよ。こう氷を口に入れて、ああ、だからフルフルするっていうだけなんですよね。寝るときに、ごめん、寝るときに寝るときはあんましないですけど、いつやるの？なんか気づいてボーってなんか暑いなと思ったときは氷を口に入れて、うん、それ涼しいの本当に？いや、分かる、涼しいのは分かるんだけど、 あのさ、同じこと考えてるよ俺も。何言ってみ？お前は涼しくねえじゃんってこと。違う、それいつやるの？え、それさ、暇な老人じゃないんだどういうこと？暇な老人それ、だっていや、だから例えば岡さん、ほら家とかでさ、ネットサーフィンしてるぐらいだったらしつつね、ちょっと口にこう入れて、あ、まあギリギリネットサーフィンならいけるか。そう、本読める？本は読めないかね。口の中大丈夫なの？ずっと氷入れて。ずっとストレスじゃないな。え？ここにずっと物があることって。いや、だって喋るの今だから、結構喋ってるからこれ入れながらこう喋るの辛いけど、何もしない時はこうペロペロ、もちろんこう焼酎に入れたりしながら、ちょっと口含んだりして、ちょっと吹いてみて。本当に涼しいの？うん、それは涼しいよ。それはそうさ、それは普通そうさ。あ、なんかね、なんかこれは光理論。しかも多分今ベーが喉飴かなんか舐めてたから、あとでさっきだからちょっとミントの香りがね、あれ素敵。いや、だってな、あの冬あれだよ、撮影でさ、あの夏設定とかでどうしてもあの吐息が見えちゃう時ってセルフシャイル前に氷含むんだから。そうだよ。あれ本当にやるんですか？本当にやるよ。だって普通に喋ってて吐息があの白くなっちゃうとまずいから、氷含んで同じ温度にして。すごい。それはする。それはだから冷たいのは間違いない。でもそれ本当暇な人しかやらないんじゃないの？まあ、小さい頃やったの、その癖というか。ずっとやってんだ。感動して、はあ、あのお母さんとか夫婦やってくれたの。え、こっちにお母さんが？はい、暇な時のお母さんが。お母さんが。お前愛されてんだね。すごい。お母さんがわざわざ氷口に含んでお前の全身をふーふーとしてたんだ。遊びです、遊び。そんな遊びすごいよ。それ君いくつの時？え、じゃ
小学生上がる前かな、幼稚園保育園から帰る時とか愛されたんだね、こんなの飲んで飲んでて期待の息子だったんだね、うん、今お尻にロケット花火挟んでるんだねいやいやこれからですよ、いやいやいつも華々しくこれからですこれから、氷って噛むのってなんか失礼に当たるんですか、ごめん言ってる意味がよくわかんないん氷で思い出してあの人前で氷をその話も置いとこう、うん、はい、はい、じゃあ次ですね、はい、秋いきましょうか、さっきのなんですけど、私はまあその暑いまんま寝るのが好きで、うん、やっぱ暑いと眠れないじゃないですか、そこでおすすめがこの見れるかな、寝たまんまヨガっていう、ちょっと出したほうが見えますね、撮れてる、まあ、言いながら喋ってもらいます、はい、うん、寝たまんまヨガっていうのがありまして、はいはいはい、これ無料で手に入るアプリなんですけど、まあ、暑い夏このまま寝るわけですよ、でもこう精神を集中して、これの通りこのスピーカーで何をしてくださいっていうのを言ってくれるんですね、足をこうやってギューって力入れて脱力、今スピーカー出たりするの、あ、します、これからヨガニードラを始めますっていうので、うん、この通りにやっていくと、これ全部で14分くらいなんですけど、これ最後まで聞けたことないくらい気持ちよく寝れるんです、暑くても君は窓開けてるの、窓開いてないです、扇風機はしてますよ、いや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 、いやあのドアとかは開いて、まさか1階の冷房はつけっぱなしとか言うんじゃないの、違います、1階はあのお母さんとか寝てて冷房はもう消えてるんで、お母さんも冷房つけないの、つけないです、寝るときはね、小野川家は全体冷房つけないで寝るの、寝るときはついてない、でも1階だからの涼しいですよ、クーラーついたまんま、もともとついてるんでそれを消して扇風機に変えて寝てるんで、これいいね、これはおすすめです、でこれで寝るじゃないですか、寝れないからいいわそういうの、朝起きます汗だくです、うん、ってなったときに今度おすすめがこの朝にするパックがあるんですよ、これ別に冷やすものとかじゃないんですけど、はいはいはい、これを洗顔して、はい、これを朝パックをやってやるともう顔がスルーってすっきりします、CM でスルーってすっきりしてもうこれで一日、それはつまり顔がスルーっとしたいから汗ダクダクでも我慢して寝てるってことか、そうですね、ここのために、なるほどね、寝れるんだ、寝れるんですね、窓開けないで、いや無理でしょ、俺は無理ですね、意外とできますよ、だって熱中症になるよ、なってないですね、いやでも今最近多いのがあれなんですよね夜とかその本当にエアコンつけないで寝て朝起きたらもう熱中症になって運ばれる人多いんだから、室内熱中症、室内熱中症が多いんだから、若い人も、若い人もだよ、うんうんうん、若い人とかも結構 いけると思ってもう全部冷房とかつけないで頑張って、それ案外母ちゃん夜中さピャッと冷房つけてきてんじゃないかお前いやついてない、もしくは犬がこうピュッとこうしてさ自分がついてる、どんな格好で寝んの、寝巻き着てんの、寝巻き着てる、びっちょびちょじゃないじゃん寝巻き、でも寝巻きって言っても本当にこう短いショートパンツともうタンクトップみたいな、ああ、でずっと冷房つけないで寝てきたらそういう体になるのかな、自然にはなれるよ、うん、なれる、この暑さとか寒さに強くはなる、うん、すごいですね、なんかありました、うん、はい、いろいろありがとうございます、ですね、はいはい、大好きなのはこの鵠沼海岸のノアンさんのかき氷、鵠沼海岸というところも鵠沼とノアンさん読めなくて大変でした今ふわふわの氷と自家製シロップがとってもフルーティーで抜群の美味しさです、皆さんはどんなかき氷が好きですか、白玉や抹茶の和風、マンゴーやタピオカの台湾風、お祭り屋台のブルーハワイ、あとお風呂や温泉好きな方も多いようですが、入浴剤やバブルーバウスは使ってますか、新しい入浴をおすすめ温泉もあれば教えてください、これ差出人の方はですね、ありゃチアオさん、あ、ペコラさん、神奈川県在住ペコラさん、ありがとうございます、はい、入浴剤、あ、入浴剤ありますね、確かに、ありますか、俺も、この事務所にあったんですよ、この事務所にあった入浴剤で、いらないから持ってって言って言われて持ってったやつなんですけど、うん、あの、湿布見たくなるの、お湯が湿布張った後みたいになるんですよ、全身が、うん、スースーするとスースーするんだけど、そのスースーレベルがちょっとバブとかのスースーのレベルじゃなくて、もう湿布張ったみたいになるんですよ、痛いんです、痛い、まずいじゃん、いやもうでもまずいぐらい痛いんだけど、でもその代わり上がった後とかちょっと風吹くともう、うん、いやーってぐらい冷たいんですよ、
本当にこれ本当に分かるけどお肌に良くない良くないでも売ってたんですもんだってそれすごいんですよ。え、そろそろ CM 行った方がいいですかね。言います、はい、じゃあそろそろ CM、 はいどうぞ。あ、もう行っちゃいます。月刊向こうの劇団チャンネル7月号、月刊虚構の劇団チャンネル4月号、生放送でお送りしておりますけども、ね、接戦するから量をくれということで今劇団員にみんなどうやって量を取るかってことを話し合ってるわけですけども、トミちゃん何かある？ あの私は今日持ってきたのは保冷剤です。保冷剤、またこれ普通の保冷剤だなお前どっかケーキ屋さんでもらったよね。ケーキ屋さんのそうこれをどう使うの？いや私去年部屋のクーラーが壊れてたんですよ、だからもうどうしようっていうので、あ、冷凍庫に保冷剤あるって思って、これを私は首です。もう首を温めたらあの寒い日暖かくなるじゃないですか。逆だと思って首を冷やせと思って、これをタオルにくるんでタオルをこう首に巻いてあってなってました。そうなんですよね。あ、でもそれ分かります。あの、首っていうかリンパなんですよ。だからリンパが通ってるところを冷やしてあげるといいんです。だからこの脇の下とかもいいんですよ。脇にも挟む。だから股もいいんだ。そうそうそうなんですよ。だから全部リンパ通ってるところを冷やしてあげると体全体が冷えるんですよ。なるほど、それは分かります。はい、はい、次、小上さん。俺もね、もうね、あのもう7月1日から8月31日まではどんなことがあっても半ズボンで生活するという勝俣さんみたいな感じじゃない、はい、もうあの青森県で高校演劇コンクール全国大会、はいはい、審査委員長でしたけど、はい、半ズボンで通しましたえ、審査員で？はい、審査委員長で最後あの審査員公表をするのも半ズボン。ちょっとドキドキしてましたけど、あの文句は言われませんでした。青森涼しくなかったですか？まだ暑かったです。やっぱり暑かったですか？暑かった。夏、はい、真夏です。なるほどですね、はい、まあ、僕はですね、ちなみに、まあ、でもね、かぶっちゃったな、みんなと。結局僕もですね、やっぱりあれなんですよ、よくあのこのひんやり枕使って、僕足の裏が異様に熱くなっちゃうんで、あの足の裏にもこういうの直接俺は当てながら寝ちゃうんですけど、まあそれと、まああれですね、食べ物なんですけど、今回ちょっとミカイマスクのお料理紹介がなかったんで僕が代わりに紹介しますけども、夏を乗り切るあの簡単レシピということで、生姜。生姜はね、食欲が出ないこの時期ものすごくいいんですよ。で、生姜これをもうとにかく千切りします。千切りしていただいて、でご飯ですね、普通のご飯に混ぜてください。で普通のご飯に炊く前に混ぜてもらって、あのお米を溶いたのに生姜を混ぜて、であのめんつゆですね、めんつゆと、もし昆布だしがあったら昆布だし少々で、お酒とみりんもあったら少々、普通の炊き込みご飯みたいな感じでね、みりんとお酒とめんつゆと昆布だしで生姜、これ炊くだけです。これやってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。三上マスクで見たかったな三上マスクで見たかったな、ね、見たかったですね。いや、彼も今ね、夏ツイッターいただき、いろいろいただきました。はい、ありがとうございます。氷さん、はい、私の量の取り方は夕方にベランダに前日のお風呂の残り湯を巻きます。あと窓に風鈴ですね。とどめは家族で、1人5つの親父ギャグを考えて言い合います。小学生の子供が一番寒い親父ギャグをいつも連発しています。勝てません。親父ギャグの寒さにやるということですね。であとね、見た目にも涼しい金魚っていう焼酎の飲み方がありますよって言われて、これが鈴木陽次さん、これ素敵、これこっちも見ると両方いいかもしれない。こっちね、わ素敵、まあ、あの金魚、とんがらしが金魚だってことですね。とんがらしを金魚にしてるということですね。焼酎の水割りか何かにそうそうミント入れてる。 あれだ、大葉と鷹の爪って書いて、とんがらしじゃない、まあ鷹の爪ですね。大葉と鷹の爪でグラスの中まで金魚鉢を思わせる風情だって。へー、で鷹の爪から出る辛さが時間とともに増していきます。辛くなったらと取り出しましょうとか言ってます。まあ金魚を飲むって感じですね。はい、ありがとうございます。たくさんあの紹介、全部紹介しきれませんですけども、ありがとうございます。ありがとうございました。まあね、まあみんなそれぞれのね、量の取り方がありますんで、はい、これなんとこの夏、今年ね、ちょっと本当猛暑らしいんで、皆さん本当熱中症には気をつけて、はい、でこれでなんとか乗り切りましょう。やりましょう。さあ、でですね、はい、私たち虚構劇団、10月にですねエゴサーチをやります。おっ、はい、決まります。決まりました。ね、いよいよですね、はい、まあそのエゴサーチなんですけども、エゴサーチの宣伝をですね、どうしましょう、主催の方から言いましょうか。いやいや、君だろやっぱり。どうぞどうぞ、お願いします。あきちゃん読んでください。
エゴサーチ 何月あのなんでそんな打ち合わせもないむちゃぶりしたいや君が言えばいいじゃん読まなくても別に君なりにしてその言っとけばあのね今はね俺もね今思っててあれ日付とか俺よく分かってねえなと思ってだからこれ言えばいいですね2013年10月、今年10月8月5日から東京公演8月5日ごめんなさい前振りでいいでしょ10月5日から、東京公演でございますアウルスポット池袋のアウルスポットですね10月5日から20日まで池袋アウルスポット大阪が、10月の、24から27まで、ということですねヘップホールでございますヘップホールでございます今年も大阪行っちゃいますからね、はい、予約いつからでしたっけ予約はいつからだっけ8月10日10日です8月とそうそれ言いたかったんだ俺ね10日ね8月10日から予約受付でございますねエゴサーチはもうご覧になった方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、せっかくなんでエゴサーチのちょっと冒頭部分をですね皆さんにちょっとお送りしようかなと思っておりますよろしいですか、うん、はいじゃあエゴサーチどうぞアドバイスだよ飛んでくる球に負けないで常に前向きに行けってこんな時に生きるヒントを語るのはやめてくれませんかねえ昔やったことないえ昔ってないよねそうだよねあるわけないか変わりますか私野球とかやったことないからみんなあなたが参加してくれて大喜びしてんだからほら神田先生なんてすっごい張り切っちゃってワン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 アウトだぞでも私あめちゃくちゃいいとこで終わっちゃいましたね、はい、あめちゃくちゃいいとこで、はい、今すぐあもうちょっとで神田先生が出て、はい、あ惜しいとこですね、はい、わかりましたエゴサーチはい、いいですか東京公演、10月5日から10月20日まで大阪公演ヘップホールで、10月24日から27日まで本番でございますで
予約受付は8月10日、8月10日でございます。ぜひ皆さん見に来てください。今回はですね、牧田哲也さんと伊坂達也さん2人をゲストで迎えていますので、皆さんぜひお越しください。さあということですね、まあ、今日は節電するが量をくれというテーマでお送りしてまいりましたけども、うん、もう最後のお時間でございます、はい、さあ宣伝あるもの、はい、はい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 、ちょっとだから、はい、マイクのほら、あ、ごめんなさい、はい、ここにいる渡辺義弘、三上洋恵、杉浦和樹がですね、新しいユニットを立ち上げました。その名もポコポコクラブでございます。今回は、プレ公演ということで3人がそれぞれ脚本演出をして、さらに出演までするという、まあ3人で全部やっていこうということでちょっと立ち上げてみました。はい、こちらがですね、もう近々です、新宿サニーサイドシアターで、8月の21日から25日まで、やりますので、料金が2500円ということで、まあ、座席数がかなり少ないので、予約はお早めにということで、はい、今回ですね、はい、新宿サニーサイドシアターというところですね、演劇祭がありまして、演劇祭に参加するという形なんですね。ですので、こちら2500円のチケットなんですけども、全部で今回サニーサイドシアターに、参加する演劇祭に参加するのが3団体、ポコポコクラブ入れて3団体ありまして、これ投資チケットですね、2500円で全部の公演が見れますので、もし他の公演を見たいという方いらっしゃいましたら、お問い合わせください。それを見ることができますね。2500円で3劇団見ることができますので、はい、ぜひぜひ、ね、ポコポコクラブも応援してくださいね。お願いします。はい、よろしいですか。はい、これちなみに12月のこともちょっとまだいいのか、まあ、うん、はいはい、続きまして、なんと初のスタッフがからの出演。どうぞどうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。演出部のですね、佐藤真也と言います。実は自分劇団を主催していまして、アナログスイッチという劇団なんですけど、火を吹くのをやめたというタイトルで、8月30日から、9月1日まで、シアターグリーンベースシアターというところで、公演を打ちます。シアターグリーン学生芸術祭というですね、これも大会の中の一つの、公演なんですけど、8月30日から、9月1日までやってますので、見に来てください。一口でどんな内容ってのが言うと、火を吹くのをやめたというタイトル通りなんですけど、火を吹くの王じゃなくて火を吹くの王、あ、まあ、すいません、自分のタイトル間違えた。火を吹くのはやめたです。火を吹くの、あるものが火を吹くのをやめて、それを取り巻くこう人々がそれにこう翻弄されていくっていう話なんですけど、これ読もうか、俺読まなくていい、じゃあお願いします。はい、ある日それは火を吹くのをやめた。日本のお母さんの一日はかまどの火を吹くことから始まったという。現代では電子ジャーのボタンを押すだけ。けれどどこかの国では銃口が火を吹き、怒りが火を吹く。近い未来にはあの富士山も火を吹くだろう。そしてこの先僕らの知らないもっと恐ろしい何かがきっと火を吹く。そんなある日、それは火を吹くのをやめたということですね。これを聞いても何のことか全然わからないと思いますけども、はい、その何が火を吹くのをやめたかという、ちなみに彼はですよ、今までユーストリームに流れてたドスコイトミコちゃんの企画を考えてくれたんですね。はい、あれやらないの、あれやらないの、もディアモンシやりますか。ニューバージョン、はい、いますか。これも投資チケットとかってことですか。あ、もうチケット発売してますんで。これは全部の劇団見れるんですか。あ、投資のチケットもあるんですけど、両方あると、両方あります、はい、両方とも発売してますので、はい、見に来てください。ぜひ見に来てください。お願いします。はい、以上でございますかね。はい、大丈夫ですか。はい、以上でございます。ありがとうございます。ということで、今回虚構の劇団チャンネル7月号お送り出してきましたけども、まあやりたいやつがやるっていう精神で、まだ眠ってる企画などありますし、三上マスクの、三上マスクも帰ってくるんでしょう、また。三上マスク帰ってきますよ。はい、杉浦和樹も復活しますので。そうですね。どんどんいろんな企画を出していきたいですね、はい、皆さん。はい。ということで、今回は終わりでございます。はい、次回8月号はですね、また追ってホームページやらツイッターで宣伝いたしますので、少々お待ちください。はい、お待ちくださいませ。じゃあ、まあ夏暑いのはまだ続きます。これからが本番でございます。これからの夏本番でございますので、ぜひこの暑い夏も乗り切りましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。おやすみなさーい。はい、エンディング映像。月刊虚構の劇団チャンネル7月号。
バー夏バテ。Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto, e quando canto é assim. Agora vou divertir, agora vou começar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser me escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. A gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, cabe a descaração. Deixa o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir. Ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir, quem não quiser me escutar. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Quem sabe tudo diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz. A roda que é do povo, onde se diz o que diz. Onde se diz o que diz, onde se diz o que diz.